たとえ兄弟だろうと排除する。てめえなんぞなおさらだ。カーマの模様が、まさかさっきのこいつのせいか。七代目の命を脅かす。お前にとっての全てってのは何だ。相手が向かってくるのなら迎え撃つ。それが戦争だ。忍者になって初めてだぜ。こんなのは急に体が固まって。単純な話じゃねえか。そんなことも理解できないなら死ぬだけだぞ。死にたくなければまずは自分のことだけを考えろ。珍しいね、ボルトが足を踏み外すなんて。自分の意思じゃないのかい。まさか彼に何かあったのか。